んにちは、鉄道好き芸人鈴川彩子です。本日はこちら、プラレール百景新幹線2種類を紹介します。はい、まずこちらの百景新幹線はですね、ゼロ系新幹線に次ぐ東海道山陽新幹線で1985年にデビューしました。緑色のカラーリング、これは途中 JR 西日本仕様ということでね、この色になりまして、まあ、最後2012年の3月に引退する時にはもう一回ね、この青のラインに塗り替えられました。そしてこれがね、こっちがそのさっきセットでね、2両セットで入ってた本、そしてこれが現行のね百景新幹線になるんですよ。これね、微妙にわかるかな、色がね違うんですよ。白なんだけど、こっちの方がホワイトっていうか、こっちちょっとクリームまではいかないけど、ちょっと黄色がかってる感じですね。通常販売されているのは中間車の2階建てになっております。これも初期型のねタイプ、そしてセットに入ってた方は1階建て、これも最後ですね、本当に引退する時に塗り替えられたところをプラレール化されております。セットの方にはね、この後ろにね、よし、わかるかな、両方とも JR マークが入っております。今のやつは入ってない、何も、まあ、違いはそんな感じかな。はい、じゃあ早速ね、こちらの3両走らせてみたいと思います。できたまだシンプルではありますが、伏線にしてちゃんとね、間に駅も置いてあります。まあ、ちょっとね、3本一気には走らせられないんですが、2秒ずつね走らせてみたいと思います。で、まずはですね、こちらのセットに入ってた2秒を走らせてみましょう。そしてゴーゴー、おちょっとゆっくり、ちょっとゆっくりだ。おお、いいですね、でも。いいです、最初に作られて。
たまたまこれはアマゾンで売ってるのを見かけてね買ったので、まあ今ねどうやって、まあ、手に入るかちょっとわからないんですが、まあでもねこれ原稿版でもね十分かっこいいし、適度にあのゼロ系らしさをね残したかっこいい新幹線なので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上プラレール百景新幹線2種類でした。ありがとうございます。